11頭がゲートに収まって最後12番のウォーターストンプ大外12番ゲートに今、引かれました12頭デビュー戦スタートしました好ダッシュ3番のおぼり昇竜切りました4番ダノン・クックこの2頭の先行争いです3番手グループは5枠の2頭5番ラリッサ6番ジオパークフィリカその外を通って12番ウォーターストンプ先端グループ その後ろ、第2集団という形になって中段、2番グランドセントラルそれから内1番ソレンジャー8番ピエナ・リオン固まっています3馬身離れて後方から3投目10番シャインズ・オン・ユーそれからその外を通って11番クワイト・ポッシブル後方から2投目内回りの3コーナーのカーブに入ります2馬身差7番のクリノアドバンス最後方いや、もう1頭いました1頭大きく離れているのは9番のドナティアナです 3コーナーから4コーナー600は34秒1での通過12番のウォーターストンプ3コーナーの入り口で先頭に立っています1馬身のリード3番上り昇龍2番手600切りましたその外4番ダノン・クックが外から差を詰めていくそれから5番のラリッサ4番手インコースを通って2番グランドセントラル1番ストレンジャー固まって4コーナーのカーブに入りました外から6番ジオパーク・ピリカも進出4コーナーから直線に向きます今度は先頭を変わって3番上り昇龍上り昇龍が先頭2番と四番ダノン・クックその後ろ三番手追い込み 2番のグランドセントラル、外を通って7番の栗のアドバンスが後方から足を伸ばす6番のジオパークフィルカもやってくるが先頭3番の上り昇竜あと 100m 内から1番ストレンジャー10番のシャインズ・オン・ユー2番手争い3番の上り昇龍、上り昇竜ゴールイン2番手10番、シャインズ・オン・ユー内1番、ストレンジャー。